皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。ジジジの味噌汁とさよみです。はい、というわけで今日の動画はですね、はい、このコーナー GGS グッドゲームを探せ出せはい、というわけでですね、 GGG にね、ゲームのね開発さんとか運営さんとかはね、大人のね方々から、はい、これおすすめだからやってみてって言われたゲームを私たちがやって、これはグッドゲームか否かを判断するコーナーでございます。なるほどね、上から行ったね上からねそうそうそう。なので今日はですね、おすすめのねゲームがあるということで、はい、ご紹介したいのは、はい、ロストレガリアです。ほう、こちらですね、うん、MMORPG でございます。ん、これ見してる MMO 何の略だと思う。 MMO RPG はロールプレイングゲームでしょ。そうだね、メグロM はマッシブリ、はい、マッシブリ、そう、まあ大規模な。ほう、もう一個の M はマルチプレイ。おう、マルチプレイ、そうそう、うん、で O はオンライン。オンライン、そう、だから大規模なみんなで遊べるオンライン RPG。 なるほど、イメージつく。全然つかない。よし、じゃあ多分やると一発でみんなで遊ぶ意味が分かるから、まあ、実際にプレイしたいと思います。はい、というわけでですね、私と小泉インしましてですね、こんな感じで合流しました。イエーイというわけでですね、 MMORPG の醍醐味といえば、はいはい、広大なマップの中をもう縦横無尽に駆け巡る私たちみたいな、ね、でモンスターたちでと、もうボコボコに戦ってレベルを上げ、ギルドを作り、仲間を増やし、楽しむ、毎日これに入るっていうのが楽しみ。毎日これに入る、そうそうそうあの生活のメインがね MMO になっていく。わあ恐ろしい、わあ恐ろしい。小闇は初めてなので、初めて、ちょっとギルドってものを教えてあげたいと思います。ありがとうございます、はい、というわけでギルドを作りましょう。小闇リーダーしていいよ。分かった。マップをして、マップ、これすごい便利なんですけど、NPC 一覧、はい、でこの中にギルド管理人みたいなのがあるんですよ。これだ、はい、に行ってください。はーい、こう歩いてくるんだよね、このまま。そう、すごい便利なんですよ、目的地まで超便利、迷子にならない。素晴らしい、ありがたいですね。うん、ギルド設立でいいのかな、これ。はい、よいしょ、ギルド設立しちゃってください。 GGG しよう。いいの、そんな名前で。え、もっと面白くなくていいの。面白くてどういうこと面白くてどういうこといいよ、 GGG で、かっこいいじゃん、 GGGイエーイ、成功しました、イエーイ。はい、はい、というわけでね、はい、小泉にギルドに誘ってもらいたいと思います。はい、誘い方はですね、はい、私をタップすると上に出てくるので、はい、そこからアイコンタップ、はい、ギルド、わーい、確定、わーい、ジジジが、ジジジが、わーい、わーい。これでですね、チャットとかでね、ほうほう、下のね、うん、これお話ボタンを押すと、いろいろ全体チャットとか、うん、パーティーチャットとかギルドチャットってのがあるんですけど、うん、右側のギルド、断れてかね、一回断れてしょうがない、しょうがない、ギルドをタップして、ギルドタップで、ここに喋ってみます。かやみーん、みそしー、見える？見えた、あー、すげー、そうそう、これだ。だから同じギルドに入れば、帰ってきたりとかで、ね、インした時にヤッホーみたいな。なるほどね。ヤッホーで帰ってくるわけですよ。すごい、お疲れりーみたいなね。すごい、そう、面白い。パーティーを組まなくてもできるわけです。なるほど。じゃあパーティーを組んでみましょう。はいはい、ちょっと申請して。申請します。はい、これだ、 PT 同じやり方で、 PT 確定。そしたらパーティーが、おお、左側に私の体力が、本当だ、はい、これでバフとかね、スキルが共有されます。例えば、私のこの回復スキル、えいってやると、コヨミも回復、ごめん、HP 満タンだからそんなにエフェクトが出なかった戦わないと分かんないけど、まあ回復だったりとかバフだったりとかのスキルが共有されるようになります。すげー、はい、さらに言うと、さっきのチャット、うんうん、がギルドチャットじゃなくてパーティーチャットができるようになります。多分色がオレンジですね。そう、オレンジだって感じで、パーティーチャットが打てるようになります。なるほど。間違えてね、誤爆しちゃったりするんですよ。ギルドに送ったつもりがパーティーに送ったみたいな。あ、なるほどね。そう、それはちょっと気をつけないといけない。というわけで、何か狩りに行きますか。行きましょう。はい、はい、というわけですね、せっかく合流してね、パーティーも組んで、ギルドも作ったんで、マップを移動していきたいと思います。いいですね。なんかせっかくだからモンスター倒したいよね。確かに。なんかさ、移動できるクリスタル、あのクリスタルからさ、はいはい、いろいろ行けんじゃん、砂漠とか。確かに、行きたい。広大なところ行こう。広大だね、うん、小玉砂漠かな、小玉の砂漠。行きましょう、行きましょう。お、来ましたね、来ましたね。
借りに行こうぜ。行こうぜ。どこ行く？人狩りだ。人狩りだ。ゾウいっぱいいるよねこの辺。確かに。やっぱ食料なんじゃない？食料なのか。子供砂漠に入りました。かわいそう。ほら。おいおいおい。ほら。めちゃめちゃ、ああめちゃかわいそうだっけ、かわいそうだっけ。必殺スキルとかもね、あるんですよね。そうだね、ここです。右上のやつとかね。クーミンのキャラクターはどんなキャラクターなの？私のはね、吸血師って言ってね、まあ、血をすすって、まあ、相手を殺すんだよ。え、HP 回復したりもするんだ。そうそうそう。へぇ、あらららららら。めっちゃソロ狩りに向いてんね。確かに。だからね、すごいやりやすかったんだけど。私はね、新刊なんだけど、回復キャラなんですよね。はいはい。かつ範囲になんかね、状態異常かけるね、攻撃とかもあったり。すごいね。ピヨピヨピヨってなったりとか。なったね。ただね、火力がね、少なくてね。確かに困るよね。なかなか殴らないといけない。なんですよね。はいはい。かつ範囲になんかね、状態異常かけるね、攻撃とかもあったり。すごいね。ピヨピヨピヨってなったりとか。なったね。ただね、火力がね、少なくてね。確かに困るよね。なかなか殴らないといけない。なんかさ、これダンジョンとかあるじゃん。パーティーで行けるダンジョンとか、うんうん、私のキャラさ火力が少なくてさ、はいはいはい、行けないんだよね。行けるけどなんかソロだと結構めんどくさい、うん、からエコイミンどこまで進んでるダンジョン？ダンジョンね、今上級まで行ってるね。あ、マジで？うん、じゃ上級ちょっと手伝って、私まだ終わってないから。やるしかないな。やろうぜ。優しいんだけど。優しい。今ちょっとすごいんですよ、撮影の時にね、うん、ダンジョンの行き方が分からなかったんですよ、はい、でもうググっても分かんないから、もう世界のねチャットで聞いてみようって言って、世界のチャットで私がパーティーダンジョンでパーティーに入るやり方分かんないですけどどうしたらいいですかって投げたら、全体チャットっていうかその世界チャットでこうしたらいいですよっていうのと、うあと手伝いましょうかっていうお声をいただいてね。やばい、ちゃんとすごい、ね、もうすごい優しい、感動、平和な世界だ。素晴らしいね。感動しちゃった、うん、ありがとうございます。今から友達と行ってきますって。で、あ、なんか入ってきた。あ、確認かな。確認確認。あ、なんかできたぞ。なんかできたぞ。すごい、なんかできたぞ。なんかできた。できるできる。すごい、ぶつぶつぞ。いいか、倒そう。え、すごいね。優しい世界だ。優しい世界だ。すごい、手伝ってくれてる。やばい、私全然何もわからない。何にもわからない。あ、すげえ早っ。早い、早い、これ強い、強い、強い、早い、これすごい強い。パーティーでちょっと強い、え、強い、強い、強すぎ、ちょっと強いって言っとこう。強いって今進んでるの、進んでるの、進んでるよ。みんなもやばい、早い早い、待って、早い早い、強い。何もしてないよ私。すごい強い。何これ。ちょっと弾き飛ばしてもう終わり。強い。中央のやつを踏むことしか私はできなかった。眺めることしかできない。眺めることしかできない。すごい。すごいね。すごいねこれは。これ多分上の人なんだろうね。めちゃめちゃ早いよ、しかも。めちゃめちゃ早い。すごいよね。何もできてない。私何もできてない。何もできない。とりあえず回復して。あ、かわいい。早い。やばい。早い。え、なんかすいませんでした。ございます。ありがとうございますっていうとこ。え？優しい。優しいし早い。すごいね。狩りだね。MMO の狩りって感じがした。すごかった。いやー。早すぎてびっくりしたわ。こうなりたいね。頑張りましょうね。なんかこうやって強くなって初心者の人にレベル上げて手伝ってやるよ。いやー、かっこいい。かっこ連れてってんだ。だってダンジョンへの入り方も分かんないけど、ダンジョンの名前とあの上級かどうかみたいな、なんかそう難易度を言ったら連れてってくれたね。いや、本当に友達でも何でもないんですよ。ありがとうございます。世界はつながっているね。はい、というわけでちょっと2人でね、なんか行ってみますか。そうですね、うん、せっかくですし。来た。はい、というわけでさっきのねダンジョン、よっしゃー、我々で行ってみたいと思います。行くぜー。すごい、いいですね。ほら、まあ、右上の必殺技とか、ほらほら、来た。強そう。強いな、強い強い。回復、ありがとう、ありがとう。はい、ガン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 攻撃。私はね、回復ができるんでね。
後ろからする。おら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 、お今だ今だ。なんかさっきとは信じられないぐらい遅いね。全然終わんない、全然終わんないね。私たちじゃありがとうございました。本当にやばしかったね。全然倒れないね。全然倒れないの。あの方たちはね、ワンパンだったね。ワンパンだったよね。同じ状況とはなんか。あらあら。あと2匹。あら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 。これ MP もね、こう時間というか、まあ、毎秒いくつみたいな感じで回復してくれるんで、ありがたいですね。結構やりやすいですね。うん、なかなかしない。うん、スキルもね結構落ちてくるわけね。よし、最後、最後だ、最後だ。ちょっと今まだいるけど扉の向こうに歩いてほしい。いけいけ、おらららららら、もうちょっとさ、なんか他にもキャラクターで火力ガンブリのやつとか、要は防御を捨てて火力に合わせるみたいなキャラとか、逆にみんなの盾になりますみたいなオールラウンダーのキャラとかいろいろいるみたいですね。なるほど、倒しましたぞ。戦うでしゅ、戦うでしゅ。うわー、あらららららら、パンチ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 。いいね、なんかさ冷静陣みたいなの出るのいいね。そう、かっこいいよね。うわー、チンキした。これなんか戦うのもね、オート機能とかあってね。そうそう、便利に戦えるんですよね。そうですよ、上級だとね、オート使えないみたいな。そう、 そうなんだ。中級まで。あー、きたー、新文字が首上がっております。いきます、いきましょうよ。来ましたよ、倒れた、いくぞ、倒すぞ、いけー。初っ端から必殺技使います。開幕、開幕。さあやれ、強い強いね。うわー、これ強い強い。みんなもうやばい、あ、やばい、なんかいっぱい出てきた。負けられないんだ。やばい、負けられない。負けられたから、だからがそこにはあるんだ。そこにはある。私も真ん中でもガンガンゴリゴリに叩いてくる。オラミ強いな。ソロダイヤも全然平気そうだね、この辺。いやでも上級はね結構ねギリギリだったよ。あ、本当に。アスナさん HP めっちゃ多くない？めっちゃ多いんだよ。63万、やばいよ、桁間違えたわ。だから10万しかまだ返せないことがね、指死んじゃうよ。死んじゃうね。一人でやる時とかね、痛い時だったら下がりながら、ね、あ、下がって攻撃来る前に攻撃して、下がって攻撃してってやっていかないとね、倒せなかったシャンス。でもコヤミンがさ、そうやって前で盾になってくれてるおかげでさ、私は全然殴られない。あ、本当？うん、やった。下座座、いいね。私は下座座してるよ。いけ、ドビャー。結構いった、結構いったな。やばい、やばい、よいしょ、だからわー、強いね。強いよー。いや、ヒーラーいるといいね。便利でしょ。便利だわ。パーティーにありがてーな。地獄だよ。ポーション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 、もうちょっともうちょっと、本当にもうちょっと、頑張れ。あと2万4000、頑張れ。あと2万4000、あと2万、削り切った何十万って体力。やりましたよ。カード選ばなきゃ、選ばなきゃ。ポーションだった。これみんなにそれ。なんかなんか調査のやつもらった。やりましたねー。やったー。これいけたね。うん、いけた。やっぱ手伝ってもらった時はね、なんか3秒ぐらいで終わってたけど。2人でやるとね、やっぱ、まあ、一生懸命やったって感じになるからね。はい。はい、というわけでね、こんな感じでコヨミ初の MMORPG ロストレガリアだったんですけど、どうでした？楽しかった。超楽しかった。楽しいよね。びっくりした。なんか一人でやったりとか、うん、協力プレイとかも楽しいですけど、うん、やっぱ MMO の醍醐味ってなんか同じ世界の中にみんないるっていうのが。そうだね。いやもう今日本当に感動しましたよ。感動したよね。本当に感動しました。世界チャットで呼びかけたらさ、ね、帰ってきたじゃんと。帰ってきたし、優しいと思って。優しいよね。はい。で今ならね、あのレベル上げ最初すごい大変なんですよ、うん、これ、はいはい、なんですけど、まああの遊べるようになるの大体レベル30からね、うんうんうん、楽しいダンジョンとか行けるようになるんですけど、その30までサクサク上がれる
鬼の教官というスペシャルクエストがありまして、そちらの美味しい美味しい狩り場が、うん、狩り場というかダンジョンというかクエストがあって、それでガッと一気にレベル上げができたり、カムバックキャンペーン、はい、カムバックキャンペーンで、まあ、5日間以上ねログインしてなかったら、はいはい、いろいろ特典がもらえるとか、いろんなキャンペーンをねやってるので、なるほど、皆さんインストールして遊んでみてください。そしてちょっと離れちゃったよって方は戻ってきてください。買ってこいよ。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。